長良川発電所は岐阜県美濃市立花にある中部電力の水力発電所である。長良川にある水路式発電所であり、最大出力4 8 0 0ットで運転されている。美濃市の内旧須原村の大技立花に所在。1910年に運転を開始した。長良川発電所はダムではなく河川よりも、 勾配の緩い水路を作ることで落差を得て発電する、携帯の水路式発電所である。最大使用水量22.24、立方メートル毎秒、有効落差26.77メートルにて、最大出力4800キロワットを発電する。水路は、無圧トンネル、二橋、海橋、水路橋からなり、総延長は4.37キロメートルに及ぶ。他に、 新車池の設備も持つ。上部水槽から水を落とす。水圧鉄管は1畳のみの設置でその長さは44.76メートル。発電用水車は、出力5100キロワットの日本公営成立、軸単輪単流渦巻フランス水車を1台設置。同様に発電機も1台で、容量5300キロボルトアンペア、電圧6.9キロボルトの富士電気製発電機を置く。 周波数は 60Hz に設定されている。口述のように完成時は名古屋市への送電に充てられていたが、2010年現在では発生電力は美野市内と浮上市内へと送電されている。長良川発電所の建設を最初に計画したのは旧岩村藩の氏族、小林茂政である。琵琶湖疎水を利用した毛上げ発電所を見学して、触発された小林は、自ら、 岐阜県の長良川、日田川の調査をはじめ、水力発電企業に動き始める。渡辺人吉や豪佐太郎ら岐阜県内の有力資産家の資金援助を得て、研究を進めた結果、長良川の内麦軍津つ原村大技立花の地点が、最も有利だとの結論を得た。 さらに当時シーメンス日本営業所の社員であった野口下河浦専門家に設計を依頼し、約19万円の総工費にて出力3 0 0 0ットの発電所を建設するという計画を取りまとめた。1896年11月、小林、渡辺、豪羅、岐阜水力電気株式会社発起人は岐阜県宛に水利権取得を出願し、 翌1897年12月にその許可を得た。加えて1898年1月には電気事業経営許可を低心省へと出願し、同年8月1日付でその許可も得た。しかし、寄付水力電気は日清戦争後の不況のため株式募集が難航。会社設立に至ることなく1904年に事業許可が取り消されて、企業は失敗に終わった。 日露戦争後になると、危機の売り込みのため各地で発電所建設を促す、シーメンスの活動を背景に、すでに同社を退社していた、野口従うが失敗に終わっていた、長良川発電所計画を、名古屋市の電力会社名古屋電灯に持ち込んだ。当時名古屋電灯は、基礎川での発電所建設を検討していたが、野口の勧めにより、基礎川に先駆けて長良川発電所の建設を、 実行する方針に転換する。1907年5月、名古屋伝統は、株主総会で長良川発電所の建設とそれに伴う増資を決定した。着工は1908年。当時は交通機関が未発達であったため、発電機は岐阜駅に到着後牛車に乗せられ、約1週間かけて発電所建設地の対岸まで輸送され、そこから大井を組んで、 建設地まで運び込まれたという、総工費246万円余りが投じられた、結果、1910年3月15日に、長良川発電所は、運転を開始した。発電所出力は4200キロワット。その電力は、翌日名古屋市内の鶴舞公園で開幕した第10回、関西府県連合共進会のイルミネーションで早速、活用された。 発電所前に保存されている名古屋伝統時代からの水車、発電機建設までの経緯から長良川発電所の主要機器にはドイツシーメンス製のものが多く採用された。水車はドイツフォイト製のマイクチフランシス水車を採用。発電機はシーメンス製で出力2 5 0 0ット、電圧2 2 0 0トであった。どちらも3台の設置である。 1910年3月までに完成したのは3台のうち1.2号機で、翌4月27日になって3号機も完成して3台体制となった。以後3台中1台を予備として運用されたが、2号機は1918年2月になって取り外され、矢作川の串原仮発電所へと転用された。3 3ルトへと昇圧する変圧は5台の設置でこれも、 シーメンス製である。発生電力は、愛知県西葛飼郡近城村大和小玉に、設置された小玉変電所へと送電された。電化済みの正門壁に貼られた登録プレート。長良川発電所完成後、1921年から翌年にかけての事業者再編で、名古屋電灯は、東方電力となる。太平洋戦争中の1942年には、廃電灯精霊により、 東方電力から中部配電へと出資。さらに、戦後1五十一年五月一日実施の電気事業再編成では、中部電力へと譲渡された。出力は四千二百キロワットのままである。1八十一年八月、全面的な改修工事が進行した。改修により従来のホイット製水車、シーメンス製発電機に代わって、日本公栄製水車、 富士電気製発電機が据え付けられ、発電所出力も4 8 0 0ットへと引き上げられた。置き換えられた水車、発電機のうち一組は歴史的価値が認められ、発電所構内で保存、展示されている。その後2000年に登録有形文化財に登録、2001年には発電所関連施設が登録有形文化財に登録。 2007年度に近代化産業遺産に認定された。2010年4月6日には発電所にて運転100周年を祝う記念行事が中部電力関係者と地元関係者ら25人を招き挙行された。ありがとうございます。